お笑いコンビオードリー若林正恭春日俊明とハライチ岩井勇気澤部佑がゲストと共にトーク番組の可能性をあれこれと試していくフジテレビ系チャレンジトークバラエティおどおどハラハラが10月から毎週木曜午後8時から放送されることが15日同局より発表された。各方面からゲストを招き、挑戦的かつ予測不能な企画を番組タイトルが示す通り、おどおど、ハラハラしながら試していく。オードリーは、ラジオ番組、オードリーのオールナイトニッポン、日本放送で、お笑いコンビの単独イベントとしては、最大規模となる、東京ドームでの15周年イベントが決定しており、ハライチは、フジテレビのお昼の顔としてポカポカ月金前11時50分で帯番組の MC を務めるなど人気実力ともにトップクラスの芸人2組が初タッグを組んでゴールデンの MC を務める。